本日はジャパンハート国際助産師研修の体験報告動画をご覧いただきありがとうございます。本日は私、ジャパンハートのスタッフの横山と、助産師研修 OB の福田と2名でお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初に私から研修の概要を説明させていただき、その後福田から実際に参加してどうだったのかの体験報告をさせていただきます。動画で残ると思うと緊張しますね。はい。よろしくお願いいたします。では私から助産師研修の内容について説明をしてまいります。ジャパンハートの国際助産師研修は、国内の僻地離島とカンボジアでの国際医療を行う1年から 1.5 年の研修プログラムです。この研修に参加した方々が実際に得られるものは何なんでしょうか。この研修で目指すのは、あらゆる状況に対応できる自立した助産師となることです。しかし日本と全く同じ与えられる環境では、自立した助産師になるのは難しいとジャパンハートでは考えています。この国際助産師研修では、研修といえどもあらゆるマニュアルが揃っていたり、常に指導者がいるような日本の環境とは全く異なる場所での活動となります。途上国では医師も助産師も薬も機械もまだまだ足りません。そんな状況だからこそ自ら考えて動くということがとても大切になり、そのような考える力というのを身につけることができます。この研修の最大の特徴が、特徴であって、さらに他の団体と異なっている点というのが、実際に臨床医療を行って、直接助産ができるところです。また、正常の分娩だけに限らずに、ハイリスクの分娩を助産師の責任で行っていただく場合もありますので、幅広い知識であったり、技術が、身につけることができます。次に、海外という全く異なる場所で生活をすることによって、現地の助産師や医師などとも関わる異文化コミュニケーションを行うことができます。その中でチーム医療や共同生活、さらには、現地でのお母さんや赤ちゃんとの深い関わりを通じて、人との関わり方を学んでいくことができます。そして、途上国という決して楽ではない環境の中で逆境や葛藤を乗り越えることで、自らを成長させていくという力を身につけることができます。この助産実践能力、コミュニケーション能力、レジリエンス力がこの研修で得られる最も大きなものとなっています。では、この研修の具体的なコースについて説明させていただきます。私たちは今3つのコースを用意しております。最も基本となるのは、離島半年、海外1年間の合計 1.5 年間しっかり学んでいただくコースです。国際医療に興味がある皆さんでも、いきなり飛び込むのは技術力も語学力も不安があるという方が多いのではないでしょうか。ジャパンハートでは海外研修の前に半年間離島での地域医療活動に貢献する期間を設けています。この半年間に英会話力や短期、海外短期研修などを行っていただくことで、海外研修の準備をしていただくことができます。さらに都会の病院と離島の病院は異なっていて、幅広い症例を見ることができる環境ですので、より海外に近い環境で産科の単価だけではなく、混合病棟に配属されることもあります。このような環境の中で、僻地離島の周産期医療について考えることもできますので、ぜひこの、離島半年海外1年のコースをお勧めしたいと考えております。また、合計 1.5 年間が難しいという方には、離島半年、海外半年の、研修のコースや、海外のみは短期間で学んでいただく1年の海外のコースも用意しています。では次に、実際にこの研修に参加された場合のスケジュールについて見ていきましょう。離島半年、海外1年のコースでは、まず最初に英語研修でフィリピンに1週間留学していただきます。その後に国内での貢献活動を6ヶ月していただき、その国内での貢献活動の間に1週間程度、カンボジアの助産の現場に行っていただきます。
そして国内活動6ヶ月間を終えた後に、いよいよ海外研修としてカンボジアに1年間渡航いただくことになります。そして1年後、合計で 1.5 年後に卒業ということになります。この後にはジャパンハートの国際医療支援チームの一員としてアドバンストミッドナイフとミッドワイフと呼ばれる、ポジションに就くこともできます。次に他のコースについては簡単に説明させていただきますね。2番目のコースでは先ほどのコースよりカンボジアの医療活動が半年間短くなったコースになります。このコースの場合はその後にアドバンストミッドワイフに進むことはできなくなっています。最後に海外1年のみの離島がない場合、コースになります。こちらのコースでは、事前に研修応募前に実際の海外医療を見ていただく必要がありますので、短期ボランティアという形で現地に1週間ほど行っていただくことになっています。また、研修が始まりましたら、英語研修として離島のフィリピンに参加いただき、その後すぐにカンボジアで1年間活動いただくことになります。この研修終了後、アドバンストミッドワイフになることは可能です。では先ほどから出てくるこのアドバンストミッドワイフというのが実際にどういった活動をするかについてご説明いたします。先ほどお伝えしたように、この助産師研修は、皆さんに1年間しっかり海外で活動していただいて、助産能力、コミュニケーション能力、レジリエンス力をつけていただく場となります。この研修を終えた後に、ついにインプットの時間を終えて新たにアウトプットをしていただくのがアドバンスドミッドワイフのステージです。医療と助産の現場で活動していただくことはもちろん、現場のマネジメントであったり、カンボジア人助産師の指導も行っていただきます。卒業後の進路としましては、研修生の中から選抜されるアドバンストミッドワイフになり、さらにはジャパンハートの活動の中心となるスタッフへの登用もあります。また、海外での活動だけではなく、日本の僻地離島やの周産期医療に貢献する理科ジョブへの参加をされる方もいらっしゃいます。今日参加されている福田さんも、離島で活動をされています。また、各自の出身地での地域周産期医療の実践をされている方や大学院に進学される方など、様々な活躍の道が広がっています。では、簡単にそれぞれの研修内容について見ていきましょう。英語研修では、1週間の海外英語留学の中で、医療英会話を学んでいただきます。また、その後の国内での活動中は、6ヶ月間オンライン英会話で医療英会話を受けることができます。国内での活動中は、長崎県や鹿児島県の離島で、離島にある病院で勤務をしていただきます。この間に英語などを身につけていただくことはもちろん、島のきれいな環境の中でリラックスしていただくこともできますし、僻地離島の医療を学んでいただく絶好の場になると考えています。そして、海外短期研修は、国内活動中の1週間のカンボジアでの研修となります。実際に、現地で活躍している日本人助産師や現地人の助産師の姿を見ていただき、自分に何が必要なのかを考えていただく場となっています。そしていよいよ海外研修です。活動地はジャパンハート子ども医療センター、カンボジアのジャパンハートが建てた病院です。どんな活動をするかというと、ここに書いてある通り非常に多岐にわたっています。妊婦検診や母親学級に始まり、分娩の管理をもちろんしていただきます。また、手術室の看護に関わっていただく機会もありますし、実際に患者さんのお宅を訪問したり、ジャパンハートの病院ではなく、現地で運営している病院に滞在をする機会もございます。そして最後に、募集内容について説明させていただきます。参加資格は全コースに必要なのが助産師の国家資格があること、ジャパンハートの会員に登録していただくこと、そして助産師としての臨床経験が3年目以上であることです。海外のみのコースにご参加いただく場合は、事前に短期ボランティアで
ジャパンハート創設者吉岡医師の手術活動に参加していただくことが必要です。さらに、離島での、英会話のレッスンが受けられませんので、中学レベル以上の英会話力があることを必須とさせていただきます。次に費用についてです。離島ありの AB コースの場合は200万円の研修費が必要です。この研修費に加えまして、離島での活動中は病院からお給料が皆様に支払われます。この研修費用を、離島での病院でのお給料で支払われる方も中にはいらっしゃいます。また、この研修費の中には海外短期研修の渡航費用や、その後の海外研修の渡航費用なども含まれています。次に、離島がない場合のコースについては、220万円が研修費となっています。また、応募前に参加いただく国際医療短期ボランティアは、ご自身で負担いただいています。最後に、募集期間についてのご説明です。助産師研修の第3期の募集は、次の5月10日から6月7日まで、面接が6月21日、翌日の22日に合格者への説明会を実施いたします。そして研修の開始は今年の10月となっています。はい。長くなりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ここからは実際に、助産師研修に参加いただきました福田さんから体験報告をしていただきます。福田さん、自己紹介からどうぞよろしくお願いします。はじめまして、福田夏実です。私は2016年の4月から国際看護師研修に参加していました。当時は助産師研修はまだなかったんですけれども、ジャパンハートの周産期事業がカンボジアで始まった頃だったので、助産師としても関わる機会がありました。すごいタイミングで看護師研修に参加されてたんですね。なので、私の経験を今回話させてもらって、助産師研修を検討している皆さんの参考になったら嬉しいなと思います。はい、私は国内研修は長崎県の上五島病院で始まりました。はい、その前に、私がまずなんで海外に行きたいと思ったかから、すいません、お話ぜひ教えてください。そもそものきっかけは、私の父が学生の時に世界旅行をしてたんですけれど、小さい頃からその話を聞いて育ったので、いつか私も父のように世界を見てみたいなという漠然とした憧れがありました。で、具体的に助産師として海外に行きたいと思ったのが、助産学校の授業の中でのことがきっかけなんですけど、授業の中で日本の新生児死亡率は世界的に見てもとても低いっていうグラフを見る機会がありました。その授業自体は日本の医療率が高いことだとか、たくさんの赤ちゃんが助かるっていうのを趣旨にしてたんですけれど、それと比較している発展途上国の新生児死亡率の高さに私はショックを受けてしまって、日本で当たり前のように助かっている命が国が変わってしまえば、助からないところがあるんだなと思って、助産師としていつか日本で助からないの、日本では助かるけれど、国が変われば助からない命を一つでも救える助産師になれたらと思って、海外で助産師として働くことを考えるようになったと思います。だったんですね。ずっとその思いを持ったまま助産の、仕事を続けてらっしゃったんですね。そうですね。いつかは、海外に行きたいと思いながら就職して、4年間は奨学金を借りてたので、それを返済するために働くという義務があったので、その病院で4年間助産師として、総合病院の地域周産期センターだったんですが、産婦人科の病棟で働いていました。ただ、産婦人科だったんですけれど、他の科もあったので、混合病棟でもあったんです。で、そんな中で助産師教務以外にも、看護師としての経験も必要じゃないかなと思い始めました。で、ジャパンハートを知ったのが、インターネットで検索をしてたときに出てきたんですけれど、長期看護研修、国際看護師研修という名前で、途上国で実際に保健活動じゃなくて医療行為ができるということで、研修っていう名前でもあったので、
自分の成長のチャンスとしてはこれがいいかなと思って説明会に行ったりしましたね。あとはもうミャンマーの看護師ツアーに参加して、そうだったんですね、はい、実際そこで吉岡先生にお会いしてお話を聞く機会もあったんですが、うん、それが参加を決意したきっかけでもあります。実際にミャンマーに行って本当にここに参加しようというふうに決められたんですね。そうですね、現地で実際に患者さんを見たりだとか、実際そこで働く研修生だとかスタッフを見て、私もここで働いてみたいなと思ったのが大きかったと思います。なるほど。で、一応参加を決めてから、参加をしたいと思ってからは上司にそれを伝えたりだとか、あと両親にも話しました、うん、どちらも心配はしたんですけどとても応援してくれてました。あとはお金のことは結構悩んだんですけれど、ね、はい、まあ、貯金で半分は賄えたんですが、もう半分は研修生になってから長崎県の離島で働いているうちに貯めました。それを研修費の後半に当てた形です。あとは英語力はあんまりもともと低いんですけれど、中学校レベルなんですけれど、はい、まあ、そこで悩むぐらいだったら行くべきかなと思って参加しました。そうですね、結構ジャパンハートにいらっしゃる看護師さん、助産師さん、英語は苦手っていう方が多いのは実際のところですね。で、実際に研修が始まったのは、長崎県の上五島、すみません、さっき先に言っちゃったんですけど、上五島での研修でした。上五島では、産婦人科と小児科と整形と、まあ、他にもたくさんの患者さんがいる、混合病棟での仕事でした。で、助産師自体は、島で、島のその病院の中には6人しかいなくて、1年に100件ぐらいお産があるんですけれど、オンコールという形で昼夜問わず助産師がお産に対応しているという状況でした。で、上五島病院でも対応できる限界がありまして、例えば赤ちゃんが早産になってしまいそうだとか、あとはお母さんの状況が悪くなりそうという時には、本土の病院にヘリコプターで搬送しなきゃいけないんですけれど、ヘリコプター自体がドクターヘリが飛ぶのに日中しか飛べないんですけれど、夜になると自衛隊のヘリが使えるんですけど、ちょっと時間がドクターヘリよりかかってしまうので、できるだけ日中に判断するのが理想で、その時に判断が少しでも遅れるとお母さんと赤ちゃんの命に関わりますので、離島の助産師さんの判断力だとか責任感の強さはいつも大変勉強になっていました。そうなんですね。本土の首都圏の病院に加えて、さらに判断力が必要になる環境だったということなんですね。そうですね。どうしても大きい病院で私は最初働いてたので、そこには小児科医も産婦人科医も助産師もたくさんいたんですけれど、そこでは助産師一人一人の判断力が求められますので、とても勉強になる経験でしたね。で、この写真もですね、同期で島の中を散策した時の写真です。小さい島なんですけれど、常にどこに行っても綺麗な海があるという環境でした。魚も美味しかったです。あとは島を出るときは船で出たんですけど、そもそも島からの交通手段は船しかないんですけれど、みんなが病棟の人たちが見送りに来てくれました。今でも1年に1回は上五島を訪れるようにしてます。すごい上五島が好きになっちゃったんですね。本当に大好きになりました。で、上五島での研修を終えて、海外での研修はカンボジアでした。で、カンボジアでは最初は病棟にいたんですけど、病棟で傷の処置に悩まされる日々でした。外科の傷、相当なんですね。手術後の患者さんもいましたし、あとは事故に遭った患者さんとか、体の至るところに脳溶みがたまるようなことも多かったので、はい、その傷一つ一つ、自分の判断が間違っていると、翌日また傷が悪くなっていたりとか、本当に自分のケアが患者さんの状況に直結するので、
かなり悩まされましたけれど、同期にも相談したりとか、あとは先輩の看護師がいましたので、その人たちに支えられながらやってました。そうですね。じゃあやっぱり先輩や同期も一緒にいて、一人ではない環境っていうことなんですね。そうですね。あとは、後半は、手術室での配属だったんですけれど、日本では手術室の経験はなかったので、はい、私だけじゃなくて、他の同期も手術室に入るのは初めてという形で、なので最初はすごく怖くて、麻酔を一つ使うだけでも手が震えたりだとか、結構憂鬱だったんですけれど、だんだん経験を積むうちに、同期と協力しながら手術全体を見れるようになってきて、手術室で、そうですね、少しずつ成長できたかなとは思っています。あとは、カンボジアの患者さんは、皆さんいつもすごく笑顔で接してくれますし、どんなに痛い処置でも私には委ねてくれたりとか、信頼してくださるというのがすごく分かっていたので、なんか本当にその患者さんたちに応えようという思いで、日々看護ができていたかなと思います。そうなんですね。カンボジアにいると、本当に患者さんと、助産師さん、看護師さんの関係が密だなっていうのを感じますね。そうですね。すごく距離が近いと思います。うん、であとは、2016年、私が研修を開始した時が、ジャパンハートはカンボジアで、周産期事業を始めた年でもあったので、はい、周産期にも関わることになったんですけれど、カンボジアでは、妊婦健診を定期的に受けるっていうのが、それは日本では当たり前なんですけど、カンボジアでは苦痛ではなくて、妊娠して、陣痛が来て、お産の時に初めて病院に来るっていうことが、普通にあります。もうまだまだそうなんですね。そうです。なので、ジャパンハートとしては、まずは妊婦健診から始めるということで、取り組みが始まったところで、お産自体は扱ってはなかったんですけれど、それでも産婦人科医がいましたので、緊急で痴漢発作を起こした妊婦さんが運び込まれて帝王切開になったりだとか、あとはお腹の中の赤ちゃんが動かないってきたお母さんの赤ちゃんが亡くなっていて、その処置をすることになったりだとか、あとはまだ生まれちゃいけない早い出産の21週ぐらいの妊婦さんが陣痛発来とともに、ご主人に担がれてきたりとか、本当に助産師としては印象的な出来事がたくさんありましたね。で、日本では、離島でもそうだったと感じたことなんですけど、私は本当にたくさんの人に支えられていたからこそ助産師ができていたんだなっていうのはカンボジアでさらに感じていて、正直とても助産師をするっていうことが、海外で憧れの助産師だったんですけれど、すごく怖くなったのを覚えています。怖くなったんですね。そうですね。責任の重さに正直、少し押しつぶされそうになることも何度もありましたし、ちょっと距離を置いたりしたこともありました。そうだったんですね。はい、でですね。この写真に写っている子が、実際に痴漢発作を起こしたお母さんが運び込まれてきた時に生まれた子なんですけど、そのお母さんと赤ちゃんは元気に術後経過して、そのお母さんが実際に赤ちゃんをお風呂に入れている時の写真です。二人とも元気にバイクに乗って退院していきました。よかったですね。これがその赤ちゃんのお兄ちゃんとお父さんですね。常に家族が一緒にいるっていうのがカンボジアならではだと思います。本当に仲良く病院のベッドに寝てるんですね。患者さんのベッドなんですけど、家族が使ってます。で、最後の2ヶ月は、カンボジアのコンボンジャム州にある、田舎にあるバティ病院っていう病院で一人で滞在してました。日本人は私だけでですね、スタッフはみんなほとんどクメール語しか話せないので、とても過酷というか大変な思いはしたんですけれど、ここで過ごしたことで、クメール語の力はかなり伸びたと思っています。そうなんですね。はい、本当に日本人一人ってなかなか勇気がいりますよね。そうですね。でも本当にみんな優しいので、ご飯に誘ってくれたりとか、よくしてもらいました。そうなんですね。はい、
これはですね、馬蹄病院の手術室の中なんですけど、手術エリアなんですけれど、この手術室はこの当時は全く使われていませんでした。で、この手術室で帝王切開ができるようにするっていうのが私の一つのミッションだったんですけれど、結局滞在中は排水口の工事が終わらないっていう理由で、話は全然進まなくてですね。で、その後に、ジャパンハートが協力したことで、今では現地のスタッフだけで帝王切開ができるような病院になっています。これはですね、患者さんに付き添ってる子供たちがたくさんいるので、その子たちに遊んでもらったりもしました。日本語を教えたりだとか、折り紙したりもしてました。うん、遊んでもらってたんですね。遊んでもらってましたか。はい、いいんです。これは分娩エリアの入り口ですね。ほとんど外ですね。もうほとんど外ですね。患者さんと家族が病院に来たら靴脱いで入ってくるんですけど、まあ、分娩室に行くときはこの靴を見ながらどれぐらいの分娩進行者がいるのかなって想像しながら分娩室に向かってました。あとはこれは馬蹄病院の分娩室です。お産自体は月に30件から40件ぐらいですね。で、できるだけ全部お産を見たいと思ってたので、この隣にスタッフの部屋があるんですけど、そこに寝泊まりしながら、助産師と一緒に寝泊まりしながらお産を待ってたっていう感じで、基本は現地のお産は助産師だけで対応することになるので、医師が登場することはまずないです。帝王切開とかにならない限りは。なので、日本で当たり前に使うはその CTG モニターだとか、まあ、CTG モニターは隅っこに置いてやるだけだったり、インファントーマーもスイッチはつけずに、本当に必要な時にスイッチを入ったり入らなかったり、入らないこともありました。はい、あとは、馬蹄病院で対応できない症例もありますので、その症例は片道1時間かけて、デコボコ道を通って、大きい病院に搬送するということも何度もありました。そういうことですね。あとは、この時も、私は相変わらずお産がとても怖かったんですけど、そんな私の前でたくさんの赤ちゃんが生まれて、元気に産声を上げるのを見ながら、お母さんと赤ちゃんの生命力の強さを改めて感じつつ、怖さよりもだんだんと、助産師の仕事が好きだということを、再確認していったかって感じですね。そうだったんですね。なんかこの写真を見てると、すごい幸せな瞬間だったんだろうなっていうのが、なんかこう感じますね。そうですね。日本もそうなんですけど、やっぱり赤ちゃんの強さっていうのを日々感じてましたね。で、1年間の研修を通して、私が一番感じたのは、自分が助産師の仕事が本当に好きなんだっていうことですね。で、帰ってきてから今は、奄美大島、鹿児島県の奄美大島の病院で働いてます。で、離島の環境は結構発展途上国に似てると思っていて、人材も資源も限られてますので、その中で判断力は、責任感に関しては、日々養われているなと感じています。そうなんですね。帰国されてからも、奄美の病院で今、お仕事されてるんですね。で実はですね、去年の秋にカンボジアに3年ぶりに行きまして、そこで短期ボランティアで行ったんですけれど、それがきっかけで、今年の5月からまたカンボジアで長期でボランティアをすることにしています。本当にそのお話を聞いて、この親って研修を卒業した人が、また現地で活躍してくれるっていうことになって、私たちスタッフも病院のメンバーもすごく喜んでいるんですよ。また5月から一応行くことになってますので、もしこの動画を見ている皆さんに現地でお会いすることができたら、とても嬉しいですし、一緒に働きたいなと思っています。はい。体験報告ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、動画をご覧になられていかがでしたでしょうか。このように助産師8年目にして、離島の医療もカンボジアでの国際医療も体験された福田さんからのお話を聞いて、興味を持ってくださる方が増えればいいなと思っております。では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。